はい、それではガノンドロフ編ゲルド砂漠へやっていきたいと思います。で、まあセレクトできるキャラクターがガノンドルフだけということ でレベル1だったんですけど、まあ16まで上げました。本当はもっと上げたかったんですけど、ちょっとねルピーが足りなくて上げることができませんでした。なのですごく不安なんですけど、このままやっていきたいと思います。リンクたちは魔女シアを倒し、ハイラル王国には平和が戻りました。けれどもハイラルの災いは終わってはいませんでした。マスターソードが抜かれたことで聖剣の神殿の結界が弱まり、封印されていた最後の魂のかけらが解き放たれてしまったのです。魂のかけらをすべて取り戻した悪の化身ガノンドロフは密かに完全な復活を遂げていました。やがて人里離れた砂漠に降り立った彼は、闇の世界を漂っていたザントとギラヒムの魂を呼び戻し、服従を誓わせます。ガノンドロフの目的は全てのトライフォースを手に入れて人間の世界を支配すること。大いなる野望を遂げる足がかりとして拠点と勢力とを欲したガノンドロフはゲルド砂漠を支配下に入れることにしました。ザントとギラヒムを従えてついに進撃を開始したガノンドロフ、その先に待ち受ける未来は果たして。はい、ガノンとギラヒム、ザントがこのゲルド砂漠に登場しました。我が念願を果たすため働いてもらおう。トライフォースを手に入れるのだ。で、まずは我らの力を示さねばならぬということで、まあよかろう、近くの集落に住む魔物どもを見せしめに蹴散らしてくれる、まあ、そういうことなんですね。集落内の全ての砦を見せしめ、私は北の処刑場らしき建物を制圧してまいりましょう。 OK、 じゃあ西か。なんかガノンドロフガノン編ってなんかすごい不思議な感じがしますね。なんか今までこう敵だったキャラクターを操作して制圧していくっていう、貴様らたった3匹何をする気だ。リザルフォス、そういうことなんだ。あ、いけないじゃん。砂漠南の砦と南のオアシス、うわ、野郎どもやっちまうあれ、いけないよ、買い物してないよ。砦の魔物どもを蹴散らせば集落内の連中をおびき出せるでしょう。はい、砂漠南の砦と南のオアシス、読めないよ。あ、でもリザルコス、素材欲しいんでちょっとやっつけたいんですよね。わ、弱い。なんかレベル16だけど上げといて正解かもしれない。結構サクサクと倒せますね。で、ここを先に制圧しちゃいましょうか。あ、なんかみんなガノンドロフに従ってるんだと思ってたけど、まあ、ここではそうじゃないようですね。そう、ガノンドロフに従わせるために制圧するということですよね。ちょっと待って、これ邪魔なんで倒しておこう。でもこう敵を操作するってすごく違和感があるんですけど、個人的には。おお、瞬く間に砦を素晴らしくお力でございます。それほどでも。さて、
でね、味方がどれなのかもよくわかんないんですよね。全部敵みたいだから。で、ちょっと素材取りたい。よし、じゃあ次行きましょう。まあ光ってるところをとりあえず制圧していって、リザルフを倒します。必殺技、いかつい、いかつい。ディッディディ、よし。これはこのガノンドルフが制圧することによって、制圧というか、まあこの集落内に全ての砦で制圧することによって、あ、ザントがいる。どうなるんだろう、この先のストーリーは。まあこのガノンの味方が増えるっていうことなんでしょうけどね。おお、強い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 。まあその手助けをするっていうのがすごく嫌なんですけどね。手助けしたくないんですけどね、本当は。まあちょっと、まあ、このストーリー上仕方がないのでやっていきましょう。次、中央の砦を制圧せよ。ここですか。だね。うわ、いっぱいいる。超いっぱいいるよ。うおー。つえー。つえ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 。超強いんですけど。超強い。あ。よし。リザルフォスの、素材が足りないんですよ。足りないから、出た時にこう倒すっていう。よし。やっぱここはレベル1でもクリアできるぐらいのレベルになってるんでしょうか。ね、そうかもしれない。そうなのかもしれないね。もしかしたら。じゃあ、左下ですか。まんまと出てきたようですな。っていうことは左下が開門したんですね。集落奥地の砦と川沿いの砦を制圧せよ。まあこのポートというか、このシナリオはもうちゃちゃっと進めていきたいですね。よっしゃー。強いぜ強いぜ、ガノンさん。よし、強いぜ強いぜ。もうなかなかこの敵とかボスをこう操作できるっていうのが ないですよね。ないので、まあこれはこれで面白いなって思いますけどね。ここか。よし、なんかこの何、うわ、 Y ゲージ、 Y ゲージじゃない、 X ゲージっていうんですかね。あの必殺技の下のやつすごい強いんですけど、これ結構種類溜まるのかな。使った方がいいよね、溜まってるから。すげえ強いんだもん、これ。わーい。超強いよ。この必殺ゲージ。じゃない。必殺ゲージじゃなくて、溜め、なんつうんだろうな。よくわかんないけど。紫のゲージですね。今溜まってないけど。ザント苦戦救援を。救援できない。悪の聞こえぬな。貴様影の王ではなかったのか。聞こえぬ。自分でなんとかしろと。まあまあそうなっちゃいますよね。行ってこいつ先倒すか。まあ味方をこう味方を助けるなんて気持ちこれっぽっちもないでしょ。ボスですか。よし、ここも簡単に制圧できそうですね。よし、OK。マテリアル、マテリアル。よし、すべての制圧に成功。ということで、ボス的なものはいないんですか、ここには。いるんじゃないかな。次どこ行ったらいいんだろう。あの黄色のところは何かな。黄色に、地図で黄色に光ってるところ。あ、
まだ制圧してないんだね、全部。またザコどもが出てくる。お、ザンと敗走した。助けてあげなかったですからね。まあ、助けなくていいんじゃない。さあ、もうどんどん行きましょうか。役立たずは下がっていよ。我々だけでもことはなる。ぎっ。あ、ザントが敗走してやる気が湧くみなぎっちゃいました。この調子でやっちまえ。ロザルコスが仕切ってるんですね。あ、ここ空いてないんだね。一応門番がいますけど。門番倒して開門しました。ここ入っていくと何が？何があるんですか？お、怪しげな奴らが暴れているよ。どういうこと？ここ何？あ、やばいな。ここに行っちゃダメか。あ、ガーナイルだって。そういうことか。あの、うわ、魔物の群れ。ちょっとやべえ。どこ行っていいの？真ん中？なんか、全然こっちに優勢ではない気がするんですけど、大丈夫かね、これ。処刑場のガーナイル。西の牢獄管理。ちょっと忙しいんだけど。貴様の命、我が預かる。処刑場のガーナイルってどこですか？あ、陥落しちゃったよ。わぁ。これはまずいな。結構、難しいですね、これ。あ、門番いますね。あそこ、ギラヒンの大苦戦。まあ自分でやれやっていう話ですよね。ガノンからしたら。火星はしないってだから。火星はしない。ん？うわ、キングドドンゴでしたか。ここでも出てくるのか。望遠鏡を描く。キングドドンゴ、これあれかな、制圧が遅くなったから出てきたのか。関係ない、関係あるのかな。やだよ。操作してるの私なんですけど。無理なんですけど。一度下がり、体力の回復を図りたく。余ったりんじゃねえ。わあ、ガーナイルいた。こいつらか。貴様になど。貴様になど。結構な、ひどいこと言ってますけど、仲間に。なんか仲間だと思ってないんでしょうね、ガノンドロフは。もう利用できるものっていう。あ、奥に進めそうですね。あのなんか右下の黄色いところも気になるけど、ちょっと行った方がいいのかな。川沿いの砦で頑張ってます。もう一人しかいないからさ、無理だよ。とりあえずガーナイル撃破しに行っちゃいましょうね。いた、2匹いる。わ、2匹いる。ちょっと引きつけて2匹とも必殺で倒したい。うおー、強い。レベル上げといてよかったぜ。今だ、奴らを八つ咲き。え？てか、キングドドンゴってどこにいんだろう、そういえば。忘れてたけど。どっかにいるんだよね。キングドドンゴ、あ、左下の光ってるところがキングドドンゴがいるところ。そういうことか。ミッションは成功したけど、ミッション成功したけど、キングドドンゴ倒さなきゃダメだよね。あれ？嘘、ゴーマ？ゴーマ？嘘。ちょっと待って、キングドドンゴもいるじゃん。嘘、何だっけ、なんとか T
テスチなんとかじゃない、テスチタート、そうそう、ボスクラス、3体も出たよ、すべての巨大魔獣を倒せって、うっそー、これ全部撃破しないとダメなんだ、マジでか、よっしゃ、マジでかー、うわー、ちょーっと困ったぞこれ、困りましたね先に行こうか、うわマジでか、いやここでこんなことしてる場合じゃないんだよね、もうやっつけに行くしかないか、うわやだな、どうしよう、待って、先ドイツだろ、キングドドンゴ、キングドドンゴやっつけようか、じゃあ先に、うわ戦いの気配を察知し、何それ、どういうこと、ちょっと待って、うい、爆弾、あ、ダメだった、うわぁ、いえ、どこ行くの、キングドドンゴどこ行くの、あ、雑魚がすげえ邪魔だな、どうしたらいいんだろうな、あ、これ爆弾飲むんじゃなかったっけ、ほら、飲んだ飲んだ、よし、今だ、ディリン、よっしゃ、結構減ったんじゃない、よし、倒せ倒せ倒せ、いけ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 、よし、いい感じ、結構簡単に倒せそう、よっしゃ、これで一匹片付きましたな、残る敵も始末してしまいましょう、お前、早速配送してたじゃん、速攻で配送してたじゃん、偉そうに、お、なんかすごい近くにいるぞ、合流すんのかよ、嘘でしょ、ちょっとこの辺の雑魚と倒して必殺ゲージ貯めようか、この方がいいんじゃない、うわー苦手なんだよな、ちょっと待って、爆弾じゃなくてブーメラン、ブーメランか、あ、ボーマか、先にどうやってやんだっけあ、もう忘れちゃったよ、あ、今だ、あ、ダメだった、なんかタイミングがありましたよね、あ、そうだ、この後に目が青くなる、ダメだった、そうだった、もうね、忘れちゃったよ、ダメか、あ、嘘、ちょっと待った、超減ってんじゃん、気づかなかった、やば、あぶねえ、完全に、うわこれきついな、うわ間に合わない、超まずいよこれ、ちょっとゴーマ後にした方がいいか、待って、どうしよう、ブーメランだよね、そしたら、うわ厳しい、あ死んじゃった、うわいやーきついよこれ、どうしよう、別のから倒すか、ゴーマから倒すか、どうしよう、キングドドンもそんなに難しくないから、合流する前に撃破せよう、うわ間違えた、そうだこれ弓だった、よし早く、こいつさえ倒せばなんとかなりそう、デスチタートが一番なんかきついんだよな、戦いの手配を察し、うわもうデスチタートと近いじゃん、
わ、何傲慢の攻撃。何もしてないけど。よし、ボーマーなんとか。次はキングドロンコをやればいい。うわっ、うざっ、雑魚がうざっ。もうね、合流しちゃったから、ここでしちゃいましたよね。必殺止めてこ。よし、オッケー、行こう。あ、テスチタートが近いからブーメランに変えとこう。わっ、ザコ、うわっ、ザコじゃなくて、あれか、なんか爆発飛んできますよね。爆発が超鬱陶しいな。あ、まだ合流してないのか。じゃあキングドドンコ、あ、地図が見づらい。これをやろう、先に。いって、あー、もう鬱陶しい。ちょっとイライラしてますよ。さあ、うわっ、うわっ、よし、こいつは結構簡単に倒せるので。よし、あ、これならいけんじゃない。合流する前に倒せば。やっぱ最初にゴーマーやって正解だったかもしれない。よし、いけそう、今回いけそう。よし、あとはあいつをゆっくり倒せばいいだけだ。ちょっとこいつ邪魔だな、ほんと。いやー、いけそうな気がしてきた。よかった、いた、いけるよこれ。きたー。うわっ、マジか。ちょちょちょ、あー、崩壊しちゃった。きついんだよその攻撃が。回避できないんですね。いった、全部いった。お、あ、いったかな。きた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 。よし、あー、これなら倒せそう。これならいける、よかったー。マジきつかったかな。やばいやばい、回避できない。よし、ふぅ、なんとかなりそうですよ。よっ、あ、いい感じ。超タイミング良かった今。早く。あ、魔力解放。間に合うかな。どう？いい！すっげえ、ガノン。ガノンドルフの強っ。やった！やった！何回やり直したんだろう。早かったー。よかった、はあ、脱力。手応えのない戦いだったが、まあいい、この地が新たな伝説の始まりとなろう。手応えありすぎだよ。勝利、よかったやりました。音楽とガノンドルフ全然合わないけど、うん、超きつかった。クリアタイム15分40秒。まあ、何度もあのボス戦やり直してるんで、実際にはもっともっとかかってますけど、40分ぐらいかかってます。きつかったよ。まあ、素材がいっぱい手に入ったので良かったです。はい、ここクリアしましたが、あれ、これで終わりなの？あ、違うか、びっくりした。
なんか同じところかと思った。次はガノンドロフ編魔王の牙ラネール渓谷、またラネール渓谷なんですね。ここもガノンドロフでしか操作ができないということで、まあなんだろう、強化できるところは強化しておきたいと思います。それではまた次のパートよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは水徳でした。